ここで滑るとしたらそのまま池っぽちゃだからね。やばいやばい、今度横だ横、これに捕まれ。私撮影中。おーおお。皆さんこんにちは、加納崎さん博物館のウォーターソーピオー。川崎大生物調査隊中学部。さあ、というわけで今日は僕らはこれからビルニャンマ取りに行きます。違います。高値トンボの調査に行ってみたいと思います。で、今日は何をするかっていうと、宝トンボ取るだけじゃなくてマーキングをして、まあ、いかにマーキングしたちが逃がした後帰ってくるのかっていうのと、お、好きで来てミミズっていうのと、どうしよう、あとあんなか忘れちゃった。やめろ、切るんじゃない。あれよ、カリソ取れた。お前変なこと言うから何するのか忘れちゃったじゃないかよ。まあ、とにかくマーキングをします。また、すごいところに入っていくので頑張っていきましょう。レッツゴー、チャキーン、グダグダ。僕らはここを入っていきます。サムさんと戦う。サムさんに戦う。あー、熊野さん勝った。熊野さんと交代する。くそ、迷うから、ね、ちょっと道残ってんじゃない。ちょっと怖くて、うちの奥さんも死ねながらに、ちなみに、おかまもあるの。あ、道残ってんじゃん、ね、俺たちが作った道。去年、僕らが来た時にちょっと道を作ったんですけど、その道がちょっと残ってるね。みんな根っこがある。ね、こっちかな。大変ですね。もうやっぱり上上がっちゃうと作った道は残ってないの。穴が開いてるぞ。何この穴、獣を掘ったのかな。よいしょよいしょ。元気ですか。元気じゃねえな。元気どころの問題じゃないんだ。脱落者いない。ただみんなが掴みそうな枝を割った。途中の枝をさ、むやみに切らない方がいいよ。帰り、掴む道がなくなるよ。無駄にやぶこぎしない方がいいよ。暑いですね。この道行くと毎回汗だくだく。そうだよね。湿度も高いしね、今日。これよ。すげえ斜面だな。あっちが楽なってくる。後ろ大丈夫？一応のパイセンがさ、掴みそうな枝を全部折っていくんですよ。ダメだよ、枝。無駄に枝を折っていくと。やめて。後ろの人がついてこないからさ。この尾根まで来れば、なんとなく道は分かんなくても地形的にこう行けると思うので、とにかくね、何回来てもね、ここは迷うんだよね。ようやく尾根まで上がってきましたね。よいしょ。通りながら歩くのはきついな。 GoPro の方がいいな。あー疲れた。暑い。お腹に食われる。お疲れ様です。お疲れ様です。あしんどいね。手の皮が剥けた。ほら、ちょっとじゃあここで水飲もう。一時休憩。太陽くんの背中がハート型になっています。ちょっと前向いてくんない。逆逆、向こう側向いて、向こう側向いてみない。ほらハート型、かわいい。というわけで休憩を終えて、今度僕らはここを行きます。凄まじい下りがある。下ったらゴール。こっち。そう。よし、みんなで滑落事故。今からみんなで滑落事故のコーナーです。どうだっけな、俺陸地が分からなかったな。全然ただ向こうの枝でクソしてきます。クソ、何すんの。お前本当に何嘘だ。市原パイセン、お花を摘みに行きました。ノグソパイセン。ノグソパイセン。見たくないから下がって待ってようぜ。ロギソパイセン。おい、イチャーロ、捨てろ。おい、あのノグソマン、ふざけて死ね。イチャーロパイセン、ねえ、俺の足が死ね。イチャーロパイセンは尊い人でした。大丈夫？フリーダムウンコだな。ねえ、こっち何を吹いた。で、葉っぱ、で、葉っぱ。まあいいや、行くよ。はい、ナイス。おい、気をつけてね、その斜面。お、道を忘れました。というわけでもう無理やり僕ら道を作っていこうと思います。
強行突破だね。もう大丈夫かみんな、なんとか来たか。入ることができなかった。こっちだ。この坂をさらに降りていこう。結構斜面激しいから気をつけて。落ちてきた。危ねえ。なんかね、そうやねもう滑って降りた方がもしかしたら危険じゃないかもしれない。でも下の人にも巻き添えくらいから気をつけて。下の人、池がある、池がある。お、池見えた、池見えた。あ、危ねえ、怖。池見えてきたぞ。でも俺の体重がもう限界だ。池が見えてきたぞ。俺の体重がもう限界だ。これ捕まる、これに捕まる、これに。俺白い洋服できる便利じゃないよ。間違いない。ここで滑るとさ、そのまま池っぽちゃだからね、気をつけてよ。ずれて。よいしょ。ゆっくり来てね。まあ、やめて、俺に任せろ。オップル、オップル、オップル。やばい、やばい、やばい。横だ、横。これに捕まれ。こっちぶん投げていいよ。撮影中。おーおーおー。はい、というわけで、ようやく池に着きました。道を間違えて、また苦難の道を選んだわけですけども。トンボいる、飛んでる。じゃあちょっと体勢を整えてから調査始めましょう。今週晴れてりゃよかったね。まあ今日は曇ってるからね。あれいるのだ。同じルートばっか行くからさ、めっちゃ地面がさ踏み固められてさ、余計滑る、滑りやすくなってるから。 俺脇の道行ったんだ。俺一番後ろだからさ、めちゃくちゃ滑る。あ、この場所はちょうど1年ぶりっすね。去年ね、 YouTube で撮影したんですよ。その場所でね、なんですけども、今日はジュニア隊中学部で来ております。すごいよね。対岸行けるよ。対岸行ける行ける。誰か対岸行ってさ、そっちで逃がしてやった。いたいたいた。来た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 。あ、2匹来た。取れたんすか。取れてる取れてる。いや、2匹来た。戦いだ、戦い。来たよ。君が来たよ。トンボにどれくらい接近できるかチャレンジ。はい。お、お、お、ちょっと待って。いや、無理だ。そうだよね。え？なんでいないんだろう。一回飯にします。はい、次よ。 YouTuber 矢口が行きますよ。よし、じゃあ次矢口なんで。やばい、ミスりそう。頑張れ。大丈夫、自信を持って。そういうこと言うとミスるぞ。, 笑わせに来てる。あれだろ、正面からはダメだぞ。君が言ったら俺に言ってることだ。取った、取った。オッケー。大吉ちゃんさすがですね。余裕を持って取りましたね。余裕ですよ。毎日ね、マルタン狙ってるだけありますよ。おー、かっこいいね。メタリップだね。ピントが、あ、ピントがある。あ、ピントあった。おー、かっこいい。イエーイ。な感じでマーキングをしました。で、これを逃がしてまたどのくらいで戻ってくるかっていうのと、と個体数を調べていきたいと思います。じゃあ逃がします。バイ。見えねえ。あれはかかったろ。バイ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 。いや、そこそれ、減った。はい、お前も減った。枝が悪いことが間違いなんです。間違い。枝がなければもう余裕で取れた。枝がなければ入ってることは。やっぱ枝良くないよね。何腹ですか。何腹。枝腹ですか。ありがとうございます。お前来てるの？来てるの？やばい、でこ。おい、やばい。ヤグちゃんなんか腕が鈍ってない？やばい、すげえ鈍った。もうなんか目の前。ほらほらほら。後ろから。入った。伸ばせよ。下からすくい上げる。入った。ハラさんなんか上手いね。入りました。入ったよね。いや、素晴らしいですね。野中くん取りました。素晴らしい。すごい。イエス。お、いいねいいね。今度はメスですね。マーキングしました。じゃあ一回逃がします。はい。でもやっぱ撃ったんじゃない？来た。ああ、危ないでした。入った？ああ、入んなかった。入んなかったっす。ヤグちゃんデフ長じゃん。え、マジで？入ってる入ってる、あっち行った。そうなんだよ。高根トンボね、その状態から避けるんだよ。そうじゃん。だから面倒早いって言ったじゃん。そうなんだ。無理が。そう、その状態から避けるんだよ。切り散らすんじゃないよ。あ、タカネトンボはね、やばい。殺気をなくして取ると簡単に取れるんですけど。急いじゃダメだ。そう、
殺気を持っていくとね、ホバリングの状態から避けることができるんですね。なんだそりゃ。それがね、簡単そうに見えて結構難しい。よし、落ち着こう。皆さん結構外してますね。おっ、ためっちゃ来た、めっちゃ来た。取った。来ました。よし、入った。見事。はい、イエーイ。こんな感じですね。今8個体マーキングしてます。今ちょっと止まっちゃって、止まらなくなっちゃったんですけども、で去年ジョー君がここに1日張り込んで、個体数が出現した数を全部カウントしたんですけども、どうやらオスが飛ぶ時間とメスが飛ぶ時間をちょっとね、メスはずらして産卵に来るんじゃないかみたいなことが、なんとなくそういう傾向が見られています。という感じで引き続き頑張っていきましょう。すげえ晴れてきたね。綺麗だね、風景が。なんか遠くの方でも声が聞こえるから、池の対岸でも撮ってるみたいですね。やってますね。うん、こうたくん、さすがちゃんと水生昆虫屋の君がちゃんと撮ってますね。はい、タカネトンボの、タカネトンボのヤゴです。おお、これまだちっちゃいからさ、はい、今年じゃないと思うけど、多分2年ぐらいかかんの、ね、よ、はい、去年産んだやつかもしれないね、はい、そう。ヤグちゃん調子が戻ってきた。俺のところに来ない、そしてトイレ行ってくる。トイレ行くのなら、トイレ行っちゃった。踏んでんじゃない、あの辺で。いる？あ、産んでる。産んでますね。タカネトンボのメスはですね、こうやって水に腹をつけて、お腹に水を溜めて、その水の中に卵を含ました状態で陸にぶん投げるという、そういう変わったね、あの産卵方法を取ります。あ、産んでる。あ、セイゴがなんか落として逃げたぞ。ああ、池に落ちました。普通に今落ちたね。落ちる瞬間が取れなかったのは残念だよ。あ、もうこの世の悪いことすべてセイゴのせいだ。なんでよ。あー、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当はね、僕も映りたいんだけど GoPro がないので。皆さん今日はどうですか、ちゃんとタカネトンボ取れました？取れましたよ。いや、もう20匹くらい取れました。こんな感じで。なるほど、幼虫が20匹くらい取れました。結果はね、マーキングしたのはこんな感じで12個体ですね。あ、13、これで13ね。13ね。で1匹も取れなかった。あ、そうだ、まだマーキングしてないのはいいんだっけ。あった、なんだけど、まあいいや。再捕獲できたのが0なんで、1回取っちゃうと結構なかなか戻ってこないのかもね。そうですね。うん、まあというわけで、おにゅう、そういうのは分かりました。で、個体数としても多分20、30は絶対いるよね。うん、はい、そういう感じで俺6匹取った。まあちょっとしたことでこういうことが分かりました。じゃあ皆さんお楽しみの帰りの道でございます。おー、見てください、このズボン。もうやめです、汚っ。俺綺麗じゃない、わりかし。落ちます。結構後ろ茶色いぞ。はい、というわけなので、頑張って帰っていきましょう。じゃあ皆さん、引き続きチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。イエーイ。バイバイ。お、産卵してるね。産卵してるね。撮ってます、隊長。今産卵してます。後でちょうだい動画。